北国新聞ニュースをお伝えします今年度の文化功労者に日本芸術院会員の建築家で幼少期を金沢で過ごした谷口義雄氏と日本学士院会員の美術史家で石川県立美術館長を務める青柳正則氏が選ばれました谷口氏は八十四歳で金沢市内では鈴木大雪館 谷口義郎吉尾記念金沢建築館多摩川図書館の建築を手掛け柴山形に面する香川市の片山津温泉総油も設計しました再来年の完成に向けて高岡市で建設工事が進む北国新聞社の高岡複合施設の設計も担っています青柳市は76歳で一昨年し9月から 石川県立美術館長に就任し石川が誇る美術工芸文化を世界に発信するために舵取りを担っています文化功労者の顕彰式は来月4日東京都内のホテルで開かれます。プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスに5位で指名された金沢学院大学4年の松井智隆投手が今日。 球団スカウトから指指名挨拶ををを受け最多を目指すと活躍を誓いましたスカウト部長の五関雅彦氏と東海地区担当スカウトの山田淳氏が金沢学院大学を訪れ松井投手は2人と面談した後会見に臨みプロの実感が湧いてきた毎年2桁勝ち最多勝利投手になりたいと。 大きな目標を掲げました1 9 0ンチの長身から繰り出す最速154キロの速球でプロ入りの夢をつかんだ松井投手は「楽天には素晴らしい投手がたくさんいるのでその一員になれるのがうれしい」「今から2か月体づくりをしっかりやっていく」と改めて喜びをかみしめ一軍のマウンドへ胸を膨らませました。スカウトの山田氏は 上背からの角度あるストレートが魅力体幹・下半身を鍛えチームを引っ張るスケールの大きい投手になってほしいと期待しました松井投手とともに金沢学院大学から北海道日本ハムファイターズに6位で指名された長谷川武博投手はすでに指名挨拶を受けています ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞政治部の藤沢部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。県人事委員会は今年度の県職員の月給を据え置き、ボーナスを0.15ヶ月分引き下げるよう知事と県議会議長に勧告しました。ボーナスの引き下げを勧告した理由は何だったんでしょうか。はい。県人事委員会が 50人以上の従業員がいる県内の154事業所を抽出して比較した結果県の職員が民間の給与を0.14ヶ月分上回ったためです、はい、まあ月給でも県職員が民間給与を0.01%上回りましたまあこちらは差が小さいため末置きとなりましたはい。ボーナスの支給割合はどうなりますかはい ボーナスの支給割合は現行の4.45ヶ月分から4.30ヶ月分となります、はい、県人事委員会の勧告通りに実施された場合、まあ、行政職のケースですと平均40.9歳の平均年間給与は582万1000円となり5万5千円減ることになりますこれに伴って県の人件費は年間で10億6千万円減少します、うん 県人事委員会では去年も同じ勧告を行っていいるんですよねはい、あのボーナスの2年連続の引き下げというのはリーマンショックの影響を受けた2009年度、2010年度以来となります県人事委員会の勧告を受けて石川県は今後、どのような対応を取ることになりそうですかはい県は通常県議会12月定例会に関連条例の改正案を,改正案を提出して改,正改定に対応しています。はい 県庁で県人事委員会の西委員長から勧告書を受け取った谷本知事はをを尊重しししして適切な方針を出したた。いと話しました一方で県職労はコロナ禍で奮闘する職員のことを考えると残念な勧告だったとのコメントを出しています。うん 韓国の中では今後の検討課題も盛り込まれたそうですねはい今後の検討課題としまして県人事委員会では職員採用をめぐる環境は厳しさが増しているとして高い能力と意欲を持った人材の確保それから育成がますます重要だと指摘していますまたワークライフバランスとも呼ばれる仕事と生活の両立への支援それに長時間労働の是正なども挙げています、うん 生活の質の向上が少しでも良くなるといい、ね。とそいですよね。はい。ここまでニュース解説、政治部の藤沢部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースを続けます。スペースの曲がりを望む人と、一時的に店舗を貸して。有効利用したいオーナーをつなぐサービスが。金沢市内で始まり。趣味の活動や、新たな事業を後押ししてくれそうです。 設計事務所の聖太郎デザイン金沢が始めたこのサービスには、昨日時点で金沢市内と近郊の飲食店など6店が、営業していない日中や定休日を曲がりかとして登録しています。このうち、この花町の金沢羊駅前本店では、おととい、主婦など7人が手芸品を展示販売する催しを開きました。 催しの時間帯は店で使うコンロがカウンターから片付けられ。可愛らしい雑貨やアクセサリーが並びました。このサービスは趣味やスキルを生かした主婦のセカンドキャリアを支援するのが狙いの一つです。このため気軽に利用できるよう、曲がり料を基本的に無料にして。売上から二十パーセントを支払ってもらう仕組みにしました。サービスを提供する。 聖太郎デザイン金沢の担当者は普段は来ない人が来店するので店側にも新しい顧客層を開拓できるメリットがあると説明しています。地域や学校への理解を深めようと金沢市志島小学校で子どもたちがパソコンを使い校内を探検しながらクイズに回答しています。 志島小学校ではコロナ禍のため秋の恒例行事が2年連続で中止になりましたそれに代わる企画を練る中で国のギガスクール構想によって490人の児童全員に配られているパソコンの活用を検討しましたその結果学校内の24箇所に QR コードを貼りそれをパソコンで読み取って地域や学校に関する クイズに回答するイベントを行うことにしましたクイズの難易度は低学年と高学年で違いクイズで表示される動画には人気アニメの映像に教頭先生が登場したりハロウィーンの仮装した先生がメッセージを送ったりしますまたドクロが現れるハズレの QR コードもありゲーム感覚で楽しめます このイベントは昨日からスタートし、子どもたちは今月29日まで、好きな空き時間に校内をめぐってクイズを解いていきます。加賀市が実施している宿泊割引応援リフレッシュ割は、今月末だった割引対象期間が12月25日まで延長されることになりました。 加賀市の応援リフレッシュ割は市民に限定した割引で、市内の宿泊施設を利用すると宿泊料金が5000円を上限に5割引になる制度です。県民割との併用が可能で、宿泊料金に応じた商品券も送られます。加賀市は当初今月末だった割引対象期間を12月25日まで延長することにしました。 この延長に伴い加賀市は、昨日発表した今年度の11月補正予算案に、宿泊割引の関連事業費としておよそ5,400万円を盛り込みました。金沢と大阪を結ぶ特急サンダーバードが、来月から最大21往復に増便されることになりました。 JR 西日本は今月19日にサンダーバードの数を来月から一日最大17往復で運行することを発表しましたが予約が好調なことから昨日さらなる増便を明らかにしましたそれによりますと来月から一日最大21往復になり今よりも7往復多くなります 運行本数が20往復を超えるのは、春の大型連休以来です。計画では、週末と祝日を中心に、上下線合わせて126本が増便されます。サンダーバードは、春の大型連休には1日最大25往復していましたが、コロナの感染拡大を受け、今年5月10日以降は、 原則十四往復運行されていました。一方、金沢と富山を結ぶ北陸新幹線の鶴見は、来月から金、土、日、月を中心に富山行き列車が上下線合わせて二十七本増やされます。金沢海上保安部は昨日金沢港で六月に起きた事故で人命救助に当たった男性二人に。 感謝状を送りました金沢海上保安部などによりますと今年6月28日午前6時半ごろいかつり線第36北陽丸が金沢港の防波堤に衝突しているのを通りかかった漁船が見つけました漁船に乗っていた船長の上野忠さん55歳と乗組員の泉正夫さん41歳は 船を横付けして脳卒中でいかつり船の中で倒れていた男性船長を救助しました二人は金岩沖に網の引き上げに向かう途中で救出された船長は手術を受け現在はリハビリを続けているということです上野さんと泉さんは昨日金沢海上保安部の花野一重部長から感謝状を受け取り命が無事なことを聞いて安心した このまま元気になってほしいと話していました金沢市内の専門学校生が昨日インターネットを通してイギリス・ロンドンのメイキャップを学びました専門学校金沢美専は学生が1年の冬頃にアメリカや韓国などに1週間ほど滞在する実地研修を行っていましたがコロナの影響で去年から実施できず オンラインに切り替えました昨日のインターンシップは金沢市南町の国際ビジネス学院金沢町中キャンパスで行われビューティー総合学科の1年生と2年生およそ30人が参加しましたそしてロンドンに住むメイキャップアーティスト阿安倍忍さんからプロの技を学びました学生たちは顔のイラストが描かれた紙にメイクを施して指導を受け 参加した一人は改めてプロはすごいなと感じたと話していました金沢出身の演出家によるミュージカルショーのオーディションが昨日金沢市内で行われ出演を目指す地元ダンサーたちが実力をアピールしましたこのミュージカルは元劇団四季のトップダンサーで振付師としても活躍する加藤圭司さんが演出して 来年3月に公演が行われますその地元出演者を決めるオーディションが昨日北国新聞赤羽ホールで行われ書類審査を通過した10代から40代までの16人が参加しダンスと歌で実力をアピールしましまたこのうちダンスの審査では加藤さんが「ミュージカルドリームガールズのムーブの振りを踊ってみせ」。 参加者はその場で振りを覚えて披露する形で行われましたまた歌については加藤さんのほかミュージカルイベントに共演する女優の山崎義美さんと落語家の三遊亭九都さんがリモートで審査を進めました合格したダンサーは3月13日に北国新聞赤羽ホールで開催される ソングダンス×ミュージカル落語に出演しますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました